きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日は2つのカレーラーメン、カップ麺を紹介したいと思います。1つ目、ココ一番屋監修レッドカレーラーメン。そして2つ目が同じくココ一番屋監修のホワイトカレーラーメン。ということで、これは新発売のカレーラーメンなんですけど、2つ入手しました。今日は、レッドカレーラーメンの方を食べてお送りしたいと思いますが、ホワイトカレーラーメンの方はまた、後日近いうちにお送りしたいと思います。それでは早速、準備する前にご覧いただいて分かるかどうか分かりませんが、大きなカップです。このカレーラーメン、カップ麺はエースコックさんのカップ麺なんですけど、よく見る、カップ麺のカップよりも大型だと言えます。内容量が 110g ですから、特別大盛りというわけではないんでしょうが、見た目はとても大きなカップになっています。中から袋を取り出しました。乾燥した火薬、そして粉末スープ、そしてスパイスが入っていました。スパイスは後で入れます。火薬とスープを中に入れてお湯を注ぎます。熱湯を注ぎました。5分待ちます。5分経過しました。それでは、このスパイスを入れたいと思いますが、きっと辛いスパイスだと思いますけど、せっかくなので、全部入れたいと思います。スパイスを入れました。それではかき混ぜていただきます。まず一口目、麺にコシがあって、ご覧の通り太麺なんですけど、このカレーラーメンの麺は、一口目美味しいなという、印象です。そして辛さですけど、麺にまとわりつくスープだけではあまり辛くはないです。スパイスを全部入れたんですが、そんなに、麺を食べてる限りは辛くは感じません。いただきました。これからの暑い季節にはぴったりの辛さだと思います。こうして全部、食べ終えると口の中に結構な辛さが残っています。辛くて辛くて食べられないというわけではないんですけど、汗が吹き出てきています。今日はレッドカレーを食べまして、まだホワイトカレーは、これ後日食べさせていただくんですけど、こうした形でエースコックさんとココ一番屋さんのコラボカレーラーメンという、普段お店でも食べられないメニューということで、こういった商品開発、商品販売が増えてくればいいなと、今日ココ一番屋監修レッドカレーを食べてそう思いました。また明日。今回の UU クラブ TV いかがでしたでしょうか。
よかったらグッド押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。バイバイ。you